巻いた壊れやすい記憶に振らまいた貴重な体に肌に錆びた色の酸っぱい山が震えを東京道場出てっちゃったのか教えてくれるわよね。今言わなきゃダメ。みんな心配してるんだからね。みんな？リサは？幼馴染だもん、心配するわよ。幼馴染ね。いつか俺を見てくれる日が来るかな。何わけのわかんないこと言ってんのよ。そんなこといいからさ、出てった理由早く教えなさいよ。ふざけるな。最後で手抜いただろ。まだ俺を認めてないんだな、ジョー。どうしたらあんたは俺を認めてくれるんだよ。お前は何のためにソウルクルーを継いだんだ。それは俺に認められるためか。そんな奴にソウルクルーを任せた覚えはねえな。そんな気持ちで群れの舵取りなんかできるわけねえだろうが、ユサク。私は手加減しろや。甘えんじゃないよ。そんなに俺様が嫌いかい。あんた理由を知ってて聞いてるね。なんなら教えてやろうか。まだ忘れられないのね。やっぱりチームはあんたが継ぐべきだったんだよ。いつまで俺に甘えるつもりだ。待ってくれ、ジョー。俺は優作、なんでお前にチームを任せたか考え直したから出直してこい。あのひよっこがね。あんたにとっちゃ俺はいつまでも子供ってわけか。お前さんは先代のスピリットを一番受け継いだと思ったから、ジョーも俺も身を引いたんだ。ジョーは残念がらすんじゃねえぞ。言っとくが、先代のことは知らねえぞ。あのバカな優作ちゃんは聞いちゃいなかったがね。ああ、貴様手抜いてな。それで優作のケツ拭いたつもりが。だとすりゃどうする。サモリア、ソウルクルーの残党様だ。まさか。楽しいぜ、人を倒すのや。しょうがないだろ、チームの自由がかかってんだよ。ねえトミー、道場に帰ってくる気はないの？女なんかに襲われるかよ。え、何？え、あ、いや、なんでもねえよ。何よ、煮え切らないわね。言いたいことははっきり言いなさいよね。陽子か、俺は奴らに操られていたんだ。兄さん